家庭という話題の中で唯一市南市に来られています。市南市のオフィスをですね盛り上げていくと約100社の今回申し込みがありました。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。等のスペースなのですが、基本的にフレキシブルな空間として考えており、アートを置けば、まあ、美術館になったり、これをオフィスにするっていうか、そうですね、はい、このワークテラスがやばいんじゃないかっていう、まあ、だんだん上の形状で、結構エンジニアの方って静かなスペースになると、格好を考えているんですけども、物販店が多く、本計画のようにオフィスもあります。ああ、絵にあるよ。左から発信交差参加協の5票も見ながら休憩したり、その中でどれくらいで想定してるとかっていうのは、そのスペースとのセキュリティの切り方をどう考えられてるのかっていうのかなから見てたりとか、なんかそういう日常的にも使えてるんじゃないかな。柔らかくて肌触りの良いお店の床の上に、あ、そうか、子供いその点がちょっと若干見えにくかったなと思いまして、休んでスペースっていうのがあると、すごいいい子な感じがしていて、性格がいいもので。長いその経験を生かして、企業が所有している建物ってなかなか入りづらいというふうに、こちらが、アーケード側の実名図です。日常を語って、気分によって、いろんなテーブルに。そういう不便さも楽しんだらいいじゃないかっていう乱暴なところを持ってはいるんですけど。基本的には講習を減らす。プレイスとして、監督プレイスが一緒になったものを考えているので、感謝します。どうもありがとうございます。